禁断ヴァンパイア、赤バラの王。私の可愛いお姫様、ようこそ、我が城へ。招待を受けて出てきたことを、合意の思うよ。や、聞こえるかな？僕の可愛いお姫様。君の可愛らしい耳が、こんなにも近い。今私は、君の左にいる。感じられたのか？どうしたんだい？耳が赤いですよ。本当に君の耳が可愛らしいな。お姫様、近くにおるがいい。おいで。怯えることはない。安心したまえ。噛みついてにしない。さあ、肉体が求めるままに、心解き放てごらん。私にその身を捧げ、引き下がれ。私の喉、潤すのだ。そもそもここは私の城。それも、私の部屋だぞ。ここで私の命令に背くなど、できるわけがないだろう。逆らえねえだろ。さあ、私の声を聞くんだ。少しだけ、味見をしてもいいだろ。なんだって。公爵様なのに味見なんて、行儀が悪いと。何度言わせればわかるのだ。私はただ公爵ではなく、吸血でもあるんだよ。君はもう離さない。ずっと、私だけのものだよ。どんなことがあっても、誰にも私はしない。絶対に。